エディー先生、エディー先生、エディーはスーパーにいます。一人の女の人がエディに話しかけます。すみません。はい。すみません。はい。あの、お医者さんですかえ、僕ですか えっとはいそうですよかったーエディはお医者さんではありません僕はたくさんお金を持っていますそれに僕のうちは大きいです高いズボンも持っています でも、向こうに病気の人がいます。牛乳売り場の近くです。その人を助けてください。とても具合が悪そうです。大変だ。 大変だ。エディは別の女の人を見かけます。そしてその人に話しかけます。すみません。お医者さんですか。助けてください。